夜の巷に一つの噂、影にうごめく魑魅魍魎、払って清めて退治する、あやかしの美女が引き連れし、神をも恐れぬ不届き集団。闇の仕事のプロフェッショナル、誰が呼んだか、有限会社。世の中の摩訶不思議な事件ならば無条件で調査解決をモットーとしております。私が当社の社長、如月彩香です。警視庁のボンクラが解決できなくても私に全てお任せいただければ大丈夫。ボンクラはあんまりじゃ。ちょっとどっから湧いて出たのよ、狩野さん。釣れないな。我々警視庁の優香と有限会社は持ちつ持たれつ。そういうの足の引っ張り合いっていうの。そうだったかな。ほら、去年の妖怪退治も、半年前の自爆霊の騒動も、先月。それより彩香さん、お客さんに有限会社の最強メンバー紹介しなくていいの。あ、失礼。それでは我が社の優秀な社員をご紹介しましょう。ところでご予算の方は。なわけよ。己が霊力を金に換算するとは何事か。お宅は。わしは武道君じゃ。この作品のご意見番。雇った覚えないけど。スポンサーのご配慮じゃない？罰当たりなことばかりしてるけれ。お黙れ。どこが罰当たりよ。この最強のメンバーを見よ。わしがおらんぞ。あんたよりずっと頼もしいのがいるのよ、うちにはね。ま、見かけは大差ないかもしれないけど。ロッコン。専門は災紋や小妖で付き物を落とすこと。自爆霊やら妖怪退治にはもってこいの人。気は優しくて力持ち。それから水明さん、占いや予言ならこの人にお任せ。邪悪な気配には一番敏感な元気いっぱいのおばあちゃん。ただ現金払いじゃないと働いてくれないのがたまに傷。私は。あんたはまだ高校生なんだからいいのよ。でも私、少しでも彩香さんのお力になりたいだけで、そんなにご迷惑でしょうか。若い子泣かせちゃいけませんよ、お姉さんが。私が豊島だって。あ、すいません。そうじゃないのよ。私のせいで喧嘩なんてしないでください。私ってやっぱりダメな子なんで。わかったわかった、ちゃんと紹介するからね。泣かないの。6号ななみちゃん、我が社の一番の希望の星。人体発火というか、炎を自在に操ることができるという可愛いのに凄腕のスペシャリスト。でもガスコンロの使い方まだわからなくて。そんなもの使わなくても豚の丸焼きでも何でもできるじゃない。豚さんを焼いてしまうなんて、そんな残酷な。あ、豚がダメならほら鳥なんかどう、うん、暴れる首をキュッとねじってね。いやー。脅かした時の火力が一番強い子です。ああ、オフィスボロボロ、また守る君に叱られるぞ。もう一人一番煩わしいのがいた。霊能力はないんですけどね、このマセガキ。示す守君、彩香さんの秘書兼有限会社の経理、データ分析、炊事選択、家事全般、彩香さんのできないところを全てカバーしてるとか。なんだって。あ、ほらほら、この間15年ローンで買ったポルシェ、1日でお釈迦にしたって聞いた。うるさいわね。誰もが日々不安を抱えて暮らす現代。
どんなに科学が発達しようが、それで割り切れるほど世の中は甘くない。人の心の奥底や光も差さない漆黒の闇、影の世界の住人たち、いわく悪霊、いわく妖怪、いわく魑魅魍魎、坊主も神父も神主も警視庁ですらお手上げの、そやつら相手に丁々発し、戦う闇のプロフェッショナル、それが有限会社に課せられた遥か古よりの宿命さ。彩香さん、よかったら優香のことも。しょうがない、おまけだ。あ、おまけ、おまけじゃ。まあ一応警視庁の府警なんですけどね、この人朝香瑠璃子さん、バリバリのキャリアウーマンなんでして。ただの豊島の行き遅れじゃない。そんなことはあるか。バツイチが何を言う。あ、それ言わない約束でしょ、うん、一応公務員だもんね。いつまで経っても出世できない理由はその辺かしらね。あ、痛いな。やっぱり末は石原さんみたいになるのかな。石原裕次郎さん、偉いですよこの人は。警視庁勤続42年で無遅刻無欠勤。それしか取り柄がないんでしょう。目覚まし5個でも起きられない人が入れたきりですか。くさ。この2人と私とで、警視庁特殊捜査課別隊に勤務しております。へえ、優香にそんな大層な名前あったの。そう、有能の優、優柔不断の優、有害無益の優、幽霊部署の優。そう突っかからんでくださいよ。この間いい仕事紹介したじゃないですか。ほら、トランシルバニア大使からの。それがお待ちかね、有限会社の第一話。闇夜に響き渡る女の悲鳴、トランシルバニアに古くから伝わる吸血鬼の棺が行方不明。もし中で眠る吸血鬼が何かの理由で目を覚ましたら、世間は大パニックけれど、事態はすでに風雲急を告げていた。若いお嬢さんばかりの変死体が発見されて、ああもったいない。もったいない。いやいや、中年のおじさんたちの嘆きはいかばかりかと。中年のおじさんの嘆きをものともせず、また新たな被害者が吸血鬼の花嫁にされようとしていた。でも彩香さんのお力で、あわやっていうところ助けられたんでしょ。そのはずだったんだけど、ちょっとした誤算が起きました。はい、その先は本編の方をよろしく。第1話、もう一度炎の口づけを、キスオブファイヤー。私、如月彩香の初のお目見えは、現代の吸血鬼退治、アクション、オカルト、お色気のてんこ盛り。私を見れば、勇気凛凛、気分爽快、疲労回復、幸せが束になって飛んでくること間違いなし。
それよりお客さんに有限会社の最強メンバー紹介しなくていいの？あ、失礼。それでは我が社の優秀な社員をご紹介しましょう。しょうがない、おまけだ。失礼ないな。我々警視庁の有価と有限会社は持ち物。そういうの足の引っ張り合いっていうの。そうだったかな。霊能力はないんですけどね、このマセガキ。示す守る君、彩香さんの秘書兼有限会社の経理、データ分析、炊事洗濯、家事全般、彩香さんのできないところ全てカバーしてるとか。あんたって、私は。あんたまだ高校生なんだからいいのよ。でも私少しでも彩香さんのお力になりたいだけで、そんなにご迷惑でしょうか。ああ、若い子泣かせちゃいけませんよ。お姉さんが。バツイチが何を言う。あ、それ言わない約束でしょ。一応公務員だもんね。いつまで経っても出世できない理由はその辺かしらね。痛いな。もし中で眠る吸血鬼が何かの理由で目を覚ましたら、世間は大パニック。けれど事態はすでに風雲急を告げていた。ということでですね。びっくりした。びっくりしましたね。なんだよ、ヤブクラボーに。わざとらしい。びっくりしたアクションは何なの？何ですか、松本さん。あの有限会社っていうのはですね、はい、あのオカルトネタが、てんこ盛り状態なの で、 ですね、ね、ここで、ね、私自ら松本理香がですね、はい、オカルトの話をしようかなと。ここで松本理香のオカルトトークコーナー。お疲れ様でした。そういうの NG なので帰らせていただきます。ちょっと待て。ダメだよ。あ、どういうことだよ。怖いのはあなただけじゃないの。俺も怖がりなんだよ。男子じゃないか。トイレ行けないんだから。夜一人になると怖いじゃないですか。うん、今こうやってわーって話してるから。じゃあ二人なら怖くないの。じゃあ俺が今日ついてってやるよな。うん、一番怖いよ。一番怖いよ。今これ。鼻でねじっちゃったの。そうです。まあ、すごい怖い話をここで3人でするわけですか。はい、うん、3人だけど、いいですか、代表して。じゃあ私が。私もレコーディングの時にこうやって歌ってたら、夜遅くかかるじゃないですか、歌取りって。ほんで、2時近かったんです。1時半ぐらいの時。清水時ですね。で、耳してるって音楽流れてるから、ドアガチャンって開いたのとか聞こえないでしょ。ほんで、こうやって一生懸命歌ってたけど、そしたら、いきなり手が怖いよ、顔が。顔が怖いってよりも面白いよ、顔が。そうか。手がね、バッてきたの。だから私、うちのマネージャーがね、なんか、リカさんって言って、このなんか髪をパンって置きに来たのかと思ったのよ。いきなりこうやって打ったらバッてなったから。で、なんだろうと思って、なんだよっつって、その時、ね、なんだよ、木内って言ったら、木内って。名指しですけど。あそこにいるじゃないの。そしたら、誰もいなかったの。で、ちゃんと閉まってたの。そこによく出るらしいの。で、私は気配じゃなくて、手がピッて出てくる。マジに、こうピッて、ピュッて。俺、ほら、山道で車、怖いよ、怖い、怖い、怖い。山道で車をね、運転してたら、ね、怖いよ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 。まあ、ね、これ、ラジオで俺聞いたんだけどさ、直接その人が聞いたんだけど。何、何、寄ってこないでよ。大きい声出さないから、本当に出さないから。で、前の方に、幼稚園児が、先生引率で、みんなこう、列になって渡ってんだって、うん、危ないと思ってヒューって言って、なんでこんな真夜中にね、山で遠足なんかのわけないし、なんだろうと思って渡ったから、それはパーッと言って、何だったんだろうねって二人話して、で、あれ今何だったんだろうなってこうやって見て、あれもういないかってパッと振り向いたら、フロントガラスに園児がみんなこうやってやりゃー、怖いよー、張り付いて、みんなカーって顔ず10人ぐらいフロントガラスに顔張り付いてたんだって。で、わーっつったらパッといなくなったんだって。子供たちがなんか集団でバスなんかで死んだんじゃないかっていう話、ね、怖い、山さんの顔が怖い。お前全然内容とお前関係ない。怖い、あ、俺がいっぱいいたら怖いよなって。おい、そういう話ばっかりしてるとさ、なんかほらそういう霊とか寄ってくるって言うじゃん。来てんじゃねえの、もう背筋がゾゾゾゾってしてきたもん。寒くすんだ、ね、だから私やめましょうって言ったのに、もう 2,3 回心臓止まってますよ、私も。どうしましょう。そういう時には私にお任せください。先ほどから聞いてれば、あなた方はそういう怖い話ばっかり夢中になってるから、私がいることを気がつかない。全然気づきませんでしたよ。困、ね、ったもんですな、本当にね。こんなに大きいのに。いや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 、取りつかれますよ、変な話ばっかりやってると。それではこれから速攻で敬礼いたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。
ございました。よーやんかんはんよふんかんとちゃっけんけんちっちんおーりょうせんおーえてきゅんおーやんおーやんきーんおーてんすいえん。はい、大丈夫です。ありがとうございました。あの、すっげーいて結構お加減してるよ。そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。非常にあの短い時間で速攻切れいたしましたのでね、はい、皆さん方もしっかりまたあの声を入れる方ですね。そうです、頑張っていただきたいと思いますのでね。はい、はい、今あの気を入れていただきましたけれども、まだドキドキしております。あのご住職のその、あの、何ですか、インパクトっていうかその迫力にですね押されてしまいましてですねこれじゃいかんと、負けてらんないぞと、私思いましてですね、あの彩香という役を本当にあの命を懸けて頑張っていこうと思っております。彩香、名前のごとくね、怪しくて華やかなロマンティックオカルトアクションって書いてありますんでね、ここら辺をあのロマンティックアクションっていうところを、交互期待ということで、一生懸命頑張っていきますので、どうぞ皆さんも、楽しんで、見てやってください。たった今ご住職に気入れをしていただいてですね、もう気合い入りすぎるぐらい目いっぱい入っております。私山寺浩一、この狩りの構造というですね役、今までとはちょっと違った難しい役だと思うんですけれども、ぜひ本当に頑張って、面白くしたいと思いますので、皆様、どうぞご期待ください。はい、あの初めて目の前で気を入れるというその現場を見たわけなんですけれども、私自身見てただけでもう本当に心臓がドキドキいって、今もまだちょっと血圧高いかなっていう状態なんですが、あのこの6号ななみちゃんという役、あのとっても臆病なんですけれども、怖がってしまった境地の時にはすごいパワーを出す、火を出すっていうことで、あのこの作品にあのファイヤーという気持ちであの頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援してください。よろしくお願いします。今回ご住職は声の出演もなされたという話なんです。そうなんですね、初めてやりましたです。だわけ、己が霊力を金に換算することは何事か。わしは無道君じゃ。この作品のご意見番、心強い限りです。そうですね、はい、まあ、さあ、というわけで、はい、いよいよこれから始まる有限会社、よろしく。